皆さんこんにちは、パシフィックサイクルジャパン大川です。今日の動画ではバーディーの新モデル、バーディー R、バーディーツーリングの2モデルのご紹介をさせていただきます。ご購入を検討されているお客様の参考になればと思います。バーディーではですね、大きく3世代のバーディーがあります。まずはじめにバーディーのヒストリーの部分を軽くご紹介させていただきたいと思うんですが、皆さんご存知の BD1 と呼ばれているものが第1世代と第2世代があります。それが1995年から出たものが第1世代のバーディー、こちらがストレートフレームと呼ばれているフレーム形状、それが10年間続きまして2005年からモノコックを使った BD1 というのがございます。これが第2世代になります。で、本日ご紹介させていただくバーディー R とバーディーツーリングは第3世代2015年から始まりましたバーディーの新型フレームを採用したモデルとなります。先ほどモノコックフレームというキーワードを出しましたが、じゃあ実際にモノコックフレームとは何かというのをご紹介させていただきます。まずこちらがですね、溶接をする前のバーディーのフレームになるんですけれども、モノコックフレームというのはパイプを使わずにアルミの板をこのような形にまずは成形します。板の特徴としましては2ミリの厚さのアルミの板を使っています。これを左側、ちょっと色が違うんですが、こちらが右側という2つのものを成形しまして、これをこのような形に貼り合わせることでこう溶接します。そうするとこちらが完成形になるんですが、このようなフレームの形が作れるというのがモノコックの製法です。特徴としましてはパイプよりも肉厚の薄いアルミを使ってフレームを成形していくことができて軽量になるというのが一つのメリット、もう一つが溶接ポイントをいっぱい作らなくても剛性を出せるというところがモノコック製法のメリットとなります。次にフロントフォークのご紹介をさせていただきます。フロントフォークはバーディーモノコックで使っているフロントフォークがこちらになります。でこちらもバーディークラシックに使っているフォークになるんですが、見た目のデザイン的にはですね大きく変わらないんですが、ここにパシフィックサイクルのテクノロジーが多く隠されています。まずこちらの旧型といいますか現行のバーディークラシックで使っているフロントフォークなんですが、一粒ずつの部品を溶接でつなぎ合わせて作っています。実際ご紹介させていただきますと、例えばこの L 字の部品を作るにあたってアルミの素材がですね1つ2つ3つ4つ5つ6つ7つとかなり部品点数の多いものを溶接してこの形を作っていくんですね。これが、当時の BD1 ですとか現行のバーディークラシックに使っているフォークになります。そして現行のバーディーモノコックで使っているフォーク、今日ご紹介させていただきますバーディー R、 バーディーツーリングも同じフォークを使っているんですが、先ほどご説明したこの L の部品、この L パートと呼んでるんですけども、ここを見ていただきますと先ほど10品目ぐらいのアルミの点数があったんですが、このフォークに関しましてはまずここで1つ、ここですね、そしてこの U 字で1つで最後この左側になるんですが、ここで1つと3つの部品で構成されています。これはテクノロジーの進化もありまして、ハイドロフォーミングという製法だったりという技術力を結晶させてアルミの箇所を減らすことでフロントフォークの剛性を上げ、さらに軽量化もできるという新しいフロントフォークを採用しています。そしてバーディーモノコックのフロントフォークはこちらにディスクの台座がついているんですが、ディスクブレーキの専用設計のフロントフォークになります。ただですね、バーディーエアーというモデルがありまして、それはロード用のブレーキキャリパーを使ってます。で、このフロントフォークに一つアダプターをつけることによって49ミリアーチのロードブレーキキャリパーもつけることが可能なフロントフォークとなります。
それではバーディー R のご紹介をさせていただきます。まずはじめにバーディー R のコンセプトとしては、バーディーシリーズの中でも一番レーシングなモデルをコンセプトに設計をしています。ただレーシングといってもバーディーでレースに出るわけではない中で、いかにそのバーディーの車両を使ってですね、よりスポーティーなライディングができるかというところをコンセプトにスペック等をしています。そして2022年からこのバーディー R は、今までのバーディー R は18インチのホイールを使っていたんですが、このモデルから20インチへと車輪の台形化が大きな変更ポイントとなって新しくリリースされることになりました。このように18インチと20インチの車輪ではタイヤの大きさが大きく変わります。したがって車輪が大きくなるということは、小径よりも初速は遅いんですが、回転し始めていくとスピードの乗りが良くなっていきます。バーディー R のようなスポーツ走行をするときには、こういった車輪が大きい方が有利になってくるというポイントがありますので、今年のバーディー R からは20インチにしたという背景があります。次にバーディー R のコンポーネントとしてシマノの105 11段を搭載しています。今までのバーディーでは B テンションスプリングを使ったリアディレイラーを使っているんですが、新しいシマノのコンポーネントではダイレクトマウントになっています。それに伴ってリアディレイラーハンガーを新しく新設計させていただきました。こちらも、リアディレイラーハンガーが、旧型まで使っていたリアディレイラーハンガー、こちらが新型のものになります。大した見分けはつきにくいんですが、ダイレクトマウントにすることによって畳んだ時の車輪を逃がすためにフロント側にオフセットをしたものがこのバーディー R にも搭載しています。そしてシマの105 11段なんですが、カセットスプロケットには1128というクロスレシオのカセットスプロケットを搭載しています。これによってトップギアとローギアの11段の中での波数の間隔が狭くなっていますので、よりスムーズな変速が可能になるようなスペックとなります。次にブレーキのご紹介をします。TRP のスパイア SLC というモデルを使っているんですが、こちらがメカニカルディスクブレーキになります。ハイエンドモデルですと、ハイドロリックを使わないのかというご意見もいただくことがあるんですが、小径車で車輪の大きさが小さいところにストッピングパワーが強いものをつけると、なかなかブレーキのコントロールがしにくくなってしまう傾向にあります。したがってパシフィックサイクルではハイエンドといえどもメカニカルディスクにこだわってこちらのブレーキを採用しています。ただ普通のメカニカルだとですね、ディスク板に対してピストンが片側から当たる形のものになるんですけれども、こちらのキャリパーは対向ピストンといいまして、ディスクローターに対して左右からブレーキパッドが当たるような設計のものになっています。したがってブレーキの調整もしやすいですし、ブレーキのタッチ、フィーリングもとてもコントロールしやすいブレーキキャリパーが搭載されています。バーディー R のステムはアジャスタブルの21度というものを使っています。バーディのシリーズの中にはですね、10度、19度、21というものがありまして、21が一番この前傾角があるステムとなります。これに伴って自転車の漕いだ時のライディングポジションがより前傾を深く取れるような形になりますので、よりスポーティーなライディングが可能となります。カラーラインナップはこちらのトランスペアレントレッドポリッシュという色、それとブラックポリッシュの2つのカラーになります。トランスペアレントレッドというのは、アルミの素材の上にシルバーを1回吹いた上にカラークリアのレッドを吹いています。したがってこのようなちょっとキャンディー感の強い、ちょっと高級感のある赤が仕上がっています。
続いてバーディーツーリングのご紹介をさせていただきます。このバーディーツーリングでの一番の特徴となるポイントはこの後ろの変速にあります。スターメンアーチャーの内装3段外装8段という変速機を搭載しています。これによって合計24段のギアを使えるようなスペックになっていますので、ツーリングで上りが多いところや平地、下りというさまざまなシチュエーションに合わせたギアのチョイスが可能なモデルとなっています。続いてタイヤのスペックなんですが、シュアルベのビッグアップル 18×2.0 というバーディの中でも比較的太いタイヤの設定をしています。これによってエアボリュームのあるタイヤになりますので、荷物を積んだ時のショックの吸収性や、あとこのビッグアップルはやっぱり走行感が非常に軽いんですよね。なので長距離のライドでも走行感が軽く、タイパンク性も強く、クッション性もいいといういいとこ取りをしたタイヤを装備をしています。続いてブレーキのスペックです。こちらのバーディーツーリングはバーディー GT でも使っているジュインテック社の油圧ブレーキキャリパーを装備しています。ブレーキレバーからブレーキキャリパーまではワイヤーで制御をしているんですが、このキャリパーの中だけは油圧仕様になっています。油圧といってもミネラルオイルを使っていて、メンテナンスフリーなのがこちらのブレーキキャリパーの特徴となります。バーディーツーリングのステムは10度のアジャスタブルステムを装備しています。10度のステムというのはサドルからハンドルまでの距離が比較的短めな設定になっていますので、乗車姿勢がゆとりのあるポジションが取れるようになっています。そして高さも5段階調整できるようになっていますので、ツーリングの最中に景色を見たいとかゆっくり走りたいときはハンドルを上げたりとか、ツーリングの最中にポジションを変更していただくことが可能になります。そしてこのアジャスタブルステムのご紹介を他のモデルでもさせていただいているんですが、このアジャスタブルステムは技術的にはすごくテクノロジーの詰まったステムとなっています。通常ですとヒンジの部分とパイプの部分を溶接してつけるんですが、このバーディに装備しているアジャスタブルステムはこのパイプとヒンジのところが一体成形になっています。したがって剛性が高く丈夫なステムとなります。バーディーツーリングのカラーラインナップはこのラバブラウンという一色のみになります。ラバブラウンというのはラバーのゴムではなくて LAVA ラバー、溶岩という意味ですね、の溶岩をモチーフにした茶色という色なんですが、よーく見ていただくとラメのようなものが入っているので、天気のいい日ですね、光に当たるとちょっとキラキラしたような見え方になりますので、ただのブラウンよりもやっぱり高級感のある色となっています。今回の動画ではバーディの新モデルを2機種ご紹介させていただきました。一つは20インチ化になったバーディ R、 よりスポーティーな走行が可能になったモデルになります。もう一つが日本では初めてのバーディーツーリングという24段ギアを装備したツーリングに向いたバーディとなります。2台とも特徴のあるモデルとなっておりますので、購入をご検討されているお客様はディーラーへ足をお運びください。